吉田さん、私の動画がね、もう本当にこんなことになってしまって、まあ残念な気持ちになりますね。まあでもね、まさかね、吉田さんのところまでね、行くとは、まあ予想できなかったわけではないですけども、まあなんかね、これはもう気が的には申し訳ないなと思いますね、これ吉田さんに対しても。けど、最も申し訳ないのは何なんだろうね。あの手の動画って別に私初めて上げたわけではないと思うんですけども、まあでもね、YouTube がそう判断したらしょうがないかなというところでございます。あ、ちなみにね、あの動画警告受けて2週間経ったら、その警告がね、2から1に減ってたんですよ。だから、まあすぐにアカウントがポンって飛ぶことはもうないだろうなと思いますよ。私も発言をね、ちょっともうちょっとマイルドにしていかないけんなってところありますね。まあ政治的な発言とか煽り発言とかもう全然やる気もないですし、まあ、それよりもね、ちょっと面白おかしいものをいっぱいやっていきたいなっていうところありますね。まあ確かに人の恐怖を煽ってアクセスを稼ぐってのは短絡的にあんまりいい方法じゃないなと思いますんで、私も別にアクセスに焦るわけじゃないんでね、試しにやる部分はありましたけどね、今までもね、まあ試すまでもないかなというところでございます。で、今回はね、物言いの物ですよね。前回の語るにつながって物語っていう風な言葉もできるんですけども、あの物言いですよね、今回がついたのは。あの人が何かをすると必ず物言いっていうのはつくと思うんですよ。逆に物言いがつくぐらい表現しなければ影響力がないってことになりますので、肯定も否定もガンガン受けていけばいいのかなと思います。その中で、最近はね、 NHK 党の立花孝志さんが令和新選組の山本太郎さんに対して、その令和新選組は貧困ビジネスをしてるっていうのね、キーワードを使って、まあ、それであのだいぶ、まあ、物言いをつけた形になって話題になってるんですよね。これについては立花孝志さんが本心で貧困ビジネスだと思っているところと、実はそこまで思ってないところっていうのが共存していてね。で、一つは貧困ビジネスっていう言葉を使うことによって、これがね、いろんなところで拡散するだろうと。で、結果選挙がもっともっと注目されて、令和新選組っていうのがもっともっと注目されるっていうことで、実はね、この貧困ビジネスっていうキーワードで立花孝志さんが令和新選組に噛みつくことによって、令和新選組の注目度が上がって議席が増えるんじゃないかなっていうふうに立花孝志さんは読んでるんですよね。で、私もそう思います。貧困ビジネスって言われたことに対してどのように対応するかによって、実に令和新選組は評判を上げるわけなんですよ。だから物言いがついた時にどう対応するかによって人はまた一つ判断しますからね。で、売り言葉に買い言葉をするんだったら、ああつまんない奴らだなと思うし、見事な切り返しだなと思ったら、この人に任せておいたら大丈夫ってことになると思うんですよ。吉田さんもいろんなね、クレームがあると思いますけども、例えばこんなんありますか、どうですかね。吉田さんは影響力があるんだから、そんな不用意な発言しないでくださいと。視聴者さんが影響を受けて悪い方向に行くじゃないですかっていうふうなことってあると思うんですよ。私もそういうのたびたび受けるんですよ。これについての切り返しってのはもう準備されていてね、私としては大丈夫ですよと。私がどんな適当なことを言っても、どんな間違いを言っても、私たちの視聴者さんっていうのは、私の視聴者さんってのはみんな賢いんで自己判断して、いや、久保さんはそう言うけど、それはちょっとおかしいでしょ。演出で言ってるんでしょ。よしよしって感じで、全然意訳してくれますんでね。私の言うことを鵜呑みにする人はいません。っていうふうに、まあお答えするんですよ。そうするとね、いや、久保さんそうは言ってもね、判断力がない人を久保さんの動画見てたらどうするんですかみたいなこと言うわけですよ。それは私逆にね、いや、私の動画に来てくださることは皆さんね、高いレベルで判断できることばっかりですよ。私の視聴者さんをバカにしないでくださいよって半分怒るわけですよ。そしたらそこで終わりますね。で、私はでも本心で私の動画にたどり着く方ってのは高い判断レベルとか高い自己責任レベルを持っている方だと思うんですよ。少なくとも自分の判断が結果的になんか自分の思わぬ方向に向いたからといって、お前のせいだっていう風な低いレベルの人はいないと思ってるんですよね。まあこう言うとね、どこに帰ってくるかというと、まあ私のね、発言によって何かね、悪い影響を受けたとしても、それは、その人の人生の上に起きたことだっていうふうに解釈できる人ばかりが集まってくださってると思うんで、そういう方にある意味守られているっていうふうに考えてるんですよね。だから、私の発信で影響を受けて悪くなっちゃう人生っていうのは考えられないっていうふうに感じてます。それは私が視聴者さんを心から敬意を持って見てるからなんですよ。私がね、今日中に宇宙人が来て地球が消滅しますよっ
ていうふうに言ったとしても、いや久保さんまた面白いこと言ってる、鵜呑みにしないぞっていうふうに考えるでしょ、うん、そのぐらい私はね視聴者さんを信頼してるんですよ。で視聴者さんが自分の判断で私の情報を受け取るのか、それとも跳ねのけるのかってことを考えてるんで、久保さんは影響力があるから、吉田さんは影響力があるから、だからそんな適当なこと言って人を不安に陥れたらみんな誤解しますよっていうふうな論法は、まあここではね、適さないんじゃないかなっていうふうにいつも回答するんですよね。まあ、これが物言いに対しての私の返信例の一つですよね。他にももう大体ね、クレームとか物言いってワンパターンなんですよね。新しい形のなんかないじゃないですか。もうみんな同じですよ。一語一句同じと言ってもいいぐらい、まあ、似たようなクレームをつけてくるわけですよ。だから似たようなクレームだったら似たような返信をするしかないなと思うんですけどね。はい、ということで今回は物言いでございました。吉田さんのところにはどんな物言いが来ますか？それも合わせてどっかで紹介してください。いってらっしゃい。